私が普段やっているウェーブのご紹介をしたいと思います。まず準備するのがヘアミスト、もしくはお水でも OK です。次はこのいらなくなった布、もしくは100円ショップでもよく売ってるやつなんですけど、私はちょっと自分用に切っています。長さは大体このぐらいですかね。20センチ幅ぐらいですか、ちょっと長めの方がおすすめです。これを2枚用意します。細かくウェーブを出したい方は何枚か用意した方がいいと思います。4等分に分けてもいいし、トップにも分けてもいいんですが、私は今日は一番早いやり方をご紹介します。それではやっていきたいと思います。まずはミストを全体的に髪の毛にかけます。髪の毛が 80% 濡れた状態を作ってあげます。そうすることで頭までも良くなります。そしたら大きさはちょっとぐらいですね。ちょっと長めに作ってあげます。これはこういう風に持ちながら髪の毛を挟んでぐるっと巻いていきます。ポイントはコテがコテって思うようにして親指を挟んであげます。で、後ろから前に移動していきます。こういう風に移動していきます。そしたらこの移動した状態を保ちつつ、後ろの毛を後ろこういう風にして毛コテから抜くようにして、こういう風な感じにしてぐるっと巻いていきます。そうしたらこのような状態になりますので、そしたらこのような状態になった時に結んであげます。両方を結んだ方がいいです。これで一つ完成しました。片方もやっていきます。ミストをかけます。こちらも同じく短く持って、コテを挟むようにして、後ろから前、後ろから前、後ろから前とやっていきます。で、ここも同じくこういう風に出してあげて、それから後ろの毛を持って、ちょっと前を結んであげます。で、結んであげます。この状態になります。そうすると、こういう状態になるんですけども、私の場合はちょっとだけ下に下げて耳に下げていきます。今反対側もかけていきます。この状態なんですけども、長めのところを持って真ん中で結びます。このままの状態で朝一晩寝るとウェーブが完成しています。外にこのまま行きたいとき、ギリギリウェーブを保ちたいとき、ウェーブが一日中続くんですけども、ギリギリまでクリクリな大きめのウェーブが欲しいって思ったときは直前にほどいてもウェーブが保てます。その場合外に行くときなんですけども、私の場合はこういう風なシュシュを使っています。シュシュを使ってこの真ん中の部分をさらに寄せてあげて一つの団子の状態にします。このまま寝て次の日を待ちます。では、ほどいてみます。カールがしっかりとついています。一日中持つので、結構このカールは好きです。スプレーをかけて、自分が好きなアレンジをしても、自然な仕上がりになります。